ワールドシティタワーズとは、東京都港区湖南4丁目に所在する、住友不動産が分譲した、集合住宅、大規模マンション、超高層マンションである。倉庫数は2090戸であり、単独事業主の一、団地認定民間分譲マンションとして、日本最大。建物敷地東側は、京浜運河を挟んで、品川ふ頭、東京港に面しており、南側は、 天王洲運河を挟んで天王洲アイル敷地西側は首都高速1号線と東京モノレールが横切り東京都道316号日本橋芝浦大森線を挟んで東京海洋大学と接する北側はマンション公開空地が港区立の江南緑水公園に隣接するガラスカーテンウォールを多用したガラスの箱のような外観デザインで 2007年のグッドデザイン賞を受賞している。また、敷地前域は東京都港湾局によって魅力ある水域景観の創造を推進し、安全に安心して楽しく近づける運河や遊歩道を整備する地域として、運河ルネサンス推進地区に指定されている。また、野村不動産アーバンネットが毎年発表する。 中古マンション人気ランキングで2011年から2018年までの間に人気ランキング1位を公開獲得した。2004年5月の第一期販売中古は 1R4LDK、専用面積41平方メートルから132平方メートル。最高価格帯は6200万円台。販売坪単価は平均242万円。 ワールドシティタワーズ構想会から望む東京港、ありがとうございます。